アントニヌス浴場平面図、アントニヌス浴場は、チュニジアのチュニス郊外にある古代ローマ時代のローマ浴場跡、アントニヌスピウス浴場と表記されることもある。アフリカ属州のカルタゴに作られた、この公衆浴場は、建物の総面積3万5千平方メートル、長辺の長さが200メートルに達し、属州内で最大規模でローマ帝国内でも第3位の規模の施設であった。 第15代皇帝アントニヌスピウスの地政が146年から162年頃に建設されたと推定され、紀文から157年から161年の間に完成したと考えられる。建築物の外装材として用いられた大理石やモザイクタイルは俗州外から輸入されたもので、フロアプランは テートローマの大規模な公衆浴場と同じく左右対称型であり、ここ、アントニヌス浴場では、建物中央のフリギダリウムとその北西に隣接する、カルダリウム、南東に隣接するナタティオを軸線としていた。建物の左右部分には、男女別に、パレストラなどの各部屋が設けられていた。アントニヌス浴場は5世紀のバンダル族による支配を、生きながらへ、健在を、 他の建物に流用されながらも、規模を縮小して6世紀の東ローマ、帝国統治下まで使われ続けた。その後カルタゴの支配が、ウマイヤ朝に移ると、アントニヌス浴場は使われなくなり、倒壊したと考えられている。ありがとうございます。